妻、はい、今日はですね、はい、僕のお友達がユーザーに来てくれました、はい、紹介しましょう。デデン、成田ドームインダーユーザーは、イエーイ、ようこそようこそもうね、聞きたいこといっぱいありすぎてさ、ええ、まずキャンピングカーでラウンドしてるでさ、そうですね、してます、一番俺たちがやりたかったことをいきなりやっちゃってるからさ、びっくり。めっちゃ快適です。北海道からスタートして、稚内からスタートして、うん、年明けぐらいに一回戻ろうと思ってたんですよ、うん、そしたら緊急事態宣言になっちゃったんで、はい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 、帰れないと思う、うん、だったら函館から青森渡ってそのまま南下してこようと思って、で今に湯沢に、ようこそ湯沢、雪いっぱいあるよ。いや嬉しい今日はじゃあ軽くセッションしましょう。軽くセッション、ファミリーセッションね。いたいた雨を描いて、いたいた今日いたいた。じゃあ成田ドームといえばもういたいたの先駆者、ね、いたいたを生み出した親といっても過言ではない。なかなかないたいたぶりですね今回も、はい、素晴らしい。雪ミクです。雪ミクだ、はい、わあ。かっこいい。もうそんな時にスノーミークを書かれてる。かー、活かしてる。じゃあ今日はたっぷり遊びましょうか。はい、遊びましょう。よろしくお願いします。それでは成田ドームくんと初コラボいきたいと思います。 Here we go。 ちなみにドームはその時って、本拠地点は大阪だったよね。あ、大阪です、大阪です。で、その冬の間だけ、冬の間だけもうずっとこっちこもるみたいな形で、はい、その時その選手小学生の時からやってたじゃない。当然、ええ、学校ってどうしてたの。行ってなかったんですよ。行かない。さすがお父様もう行かないって選択肢取って、で、お父さんと家族みんなで来てたの。母親以外全員、母だけ残って、はい、最初のうち車の車中泊してたの。してました。でっかいバンに乗って、まあ途中からそのまあスポンサーとかが付き始めて、うん、でまあスキー場がスポンサーになっていただけるところもあれば、はい、まあホテルとか民宿、うんうんうん、ペンションがスポンサーついていただけるところとかもありまして、なるほど。でそこにまあ長期滞在をしながら、はい、いろいろとコンペ回ったりとか、当然練習も前に。そうですね。その頃じゃあ、冬は小学校行ってなかった。もう行ってなかった、ね。中学校もだ。中学校も行ってないです。俺ね、それね、全然ありだと思って。うん、俺。学校教育に依存しない子育てっていうのをすごいポリシーを持ってやってる、うん、どうせだったら行かないで滑ればいいやね。あ、それが一番いいと思いますとはいえ別にその勉強全くしてなかったわけではない。もちろん、はい、お父様がね、そうです、やってくれたから。まあ父親がもともと塾の講師とかやってたんで、そもそも教えれるっていう。俺ね、ドームよりお前のお父さんの方が興味あるずっと一歳9ヶ月スノーボーダー、自分で滑ってる、すごい。さあ今夜はこのドームの今ねバンライフしているキャンピングカーでトークセッションしたいと思います。 Here we go。 この車で旅を始めて今日で約2ヶ月。あれJK だあれ嬉しい、貼ってくれた、やったねありがとうございます、嬉しい。天然パーマも応援しています。はい、ありがとうございます。さあ、お邪魔してみましょうてってれー。あら、広い。これで3人で旅をされてる皆さんこんばんは、池さんです。今日はスペシャルゲスト成田ドームくんのキャンピングカーで、はい、トークセッションをさせてもらうことになりました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまず乾杯しましょうか。乾杯からね。いや、お疲れ様です。イエーイ、再会。気がついたら、うん、成田ドームがバンライファーになってたんだよ。突然、Facebook ページで知って、あれっつって。俺がやりたいことあいついきなり始めやがったと思って、めっちゃ気になってたんだよね、俺。なるほど、なるほど。ね。だから Facebook で、もしユーザー君だったらね、寄ってよって連絡を取ったりしたところで、こう実現しまして今日、このトークセッションになりましたけれども、はい、今日のね、トークのテーマは、バンライフ×
スノーライフ、スキー、はい、スノーボードね、うん。それと子育てっていう形で、お互い別々な形だけども挑戦しているので、その辺をね、ちょっとディスカッションできたらいいなと思って。ぜひぜひお願いします。よろしくお願いします。スノーライフっていう感じなんですけど、うん、実は、冬だけに借りらず年間年中やろうと思ってますよ、うん。はいはいはい、はい、うん。というのも、アウトドア、アウトドアライフっていう風な感じで自分の中で考えてて、うん、というのは、夏は夏のメイク号でやってましたし、うんうん、で、まあ、この夏、サップとか、うん、パックラフトっていうですね、うん、川下りの、このラフティング、一人乗り用の、うん、をちょっと始めたりとか、ちょっとやってまして。なるほど。じゃあ、通年を通す中で今はウィンターシーズンってことだ。はい、そうです。一番得意なフィールドである、スキー、スノーボードっていうところでね。はい。やってると。なんなら、サーフィンもやってみたいな、と思ってる。はい。そうだよね、全体的に。なので、まあ、そういったそのアウトドアライフと、うん、まあ、バンライフ、まあ、キャンピングカーライフ。うんうん。というか、まあ、子育てっていう風なもので、うんうん、これを、やっぱいろんな人に、やっていただきたいっていうのは、っていう思いがあるんですよね。うんうん、なので、多分まあ、池さんに関しては、もう、ある先駆者っていうか、うん、まあ、先輩なので、先に自分もいろいろとお聞き しながら、やっていきたいなと思うんですけど。なんなら21年やっていくかね、この旅。そうですね。うん、まず、最初に、ドームの話聞きたいんだけども、この間新聞に載ってたと思うんだけど、その地方のスキー場を盛り上げたいっていう思いから、こういうスキー場をキャンピングカーでラウンドしながら巡っていくっていう旅をやってるっていうふうにお聞きしたんだけども、まず、この企画を最初に思いついたのって何がきっかけなの？まあ、きっかけっていうのは、まあ、一つは、まあ、そもそも、まあ、冬のシーズンでイベントをやっぱり呼んでいただいて、うんうん、で、もちろん自分だけで行ってたんですよね。うん。となってくると、その間って、まあ、ワンオペになってしまう。そうだね。置いてけぼりになっちゃったね。そうなんですよ。うん、というのは、正直心苦しかったっていうか、まあ、会えない時間ってやっぱり長かったので、一、うんうん、回行ったら一週間かかって、やってたので、うん、というふうな、ちょっと、なんでしょう。自分の中で寂しさもありましたし、うんうん、あとその、まあ、イベント正直、この2、3年は、まあ、雪不足の影響でなかったんですよね。うんうんうん、となってくると、まあ、そもそもイベントでいろいろとお世話になっていた、恩返しができてないなと思って、はいはいはい、うん、あとは今度は自分自身が、まあ、最初は微力かもしれないですけれども、うん、PR できれば、うん、いいなぁと思って、この YouTube も始めたんですよ、うん。なるほどね。このチャンネルの、コンセプト、趣旨っていうのは一番は、家族で、うんうん、まあ、家族でアウトドアを楽しもうが一番。うんうん、で、まあ、そこに付随して、冬期間中に関しては、うん、今、大打撃を受けてるスキー場を応援しよう、という風なものがあるって感じですかね。なるほどね。うん、いつ思いついて、いつからスタートしたので？思いついたのは、まあ、ほんと話の流れうんぬんもあったんですけど、うん、だって10月ぐらいから。去年の？ついこの間だね。ついこの間です。で、12月には始めてたでしょ？なんだそのスピード感。すごいな。今しかないなと。うんうんうん。逆にその、ぐだぐだやってても、うん、おー、大丈夫？今日はね、ハプニング多めでお送りしておりますので。まあ、ぐだぐだやっててももちろんしようがないし、うんうんうん、まあ正直、ノープランのとこから始めたんですよ。うんうんうん、初めから、北海道を渡ったってことも、うん、本当出発10日ぐらい前まで。そんなに決めてなかった。うん、なんなら、最初西から行こうと思ってたんですよ。あ、はいはいはい。五ヶ瀬ハイランドを回りたいなって。はい、宮崎の。うん、と思ったんですけど、うん、今年めちゃくちゃ雪が多いってことを聞いて、うん、いいところを、なんか一番いいところを紹介したいって思っちゃったんですよ。そうだよね、ハイシーズンにね。うんうんうん、なので、ちょっと五ヶ瀬ハイランドはちょっとまた別のシーズンに紹介するとして、うん、まずは北海道から行こうと。なるほど。で、本当に土壇場で決めたっていうような。確かにその、競技生活って、ね、誰のためって自分のためなのかもしれないんですけど、うんうん、でも、誰かその応援してくれる方がいないと成立しないことであって。そうだね。で、それってやっぱり夢とかね、うんうん、希望とかを届けるのが仕事だと思ってるんですよね、うんうん、アスリートって、うんうん。で、その延長線上だと思ってる、うんうんうん。で、この家族のあり方っていう風なものを伝えるのも、うん、やっぱり他の家族の、まあ、
家族の絆っていうふうなものをもっと皆さん大切にした、うん、するのはいかがですか的な、うんうんうん、っていうメッセージも正直あるんですよね。なるほど、素晴らしい、いいと思います、いいと思います。この時期って実はほんのわずかしかねえんだよ、生きていく中で、うん。そうですね。この瞬間をやっぱ少しでも、なんていうの、取りこぼしたくないっていう気持ちもあるじゃない、うん、あります、今。一週間さ、開けたらさ、ちょっと大きくなっちゃってるじゃん。わかる？わかる？っていうぐらいさ、すごいスピードで人間になっていっちゃう今時期だから、うん、このね、赤ちゃんの特別なシーズンをね、一瞬も見逃したくないから、うん、そういう意味で家族にどっと連れてっちゃおうよっていう、うん、そう、すげえいいなって思います。それをもっていろんな方にもやっていただきたいな。うん、そうだね。まあ、それぞれのやり方があるとは思うけども、なるべく一緒にいられる時間を作るために、どう工夫できるかっていうね。でそれがもっとバンっていうのもそうだし、うん、キャンピングカーっていうのは、一番実現がしやすいものなんじゃないかなって思ったんです、うん、なるほどね。いや、僕の周りは、そのバンライファーって呼ばれている人たちがいて、それから、結構去年コロナ禍で、日本一周始めてる子たちもたくさんいて、バンライフで、車の中だけで生活して、その中で、やっぱ、今すごく注目されてるんでね、そのバンライフっていう、車を軸に生活とか働き方っていうのを、こう、シフトチェンジした人たちがたくさんいる中で、そう、俺、ドームがそういうことを起こしてるってこと全く知らなかったから、すごい驚いて、しかも、こんなベビーちゃん連れてやるんだと思って、めっちゃもう、なんつうの、気になってた。ああ。めちゃめちゃ気になってた。はい、まあでも、あれだね、その自分だけじゃなくて、スキー業界とかを盛り上げたいっていう、はい、そういうことにもうまく力を加勢しながらってことができたらって。うん、そうですね。ありがとうございます。はい。で、今日、だいたい2ヶ月ぐらいもこの生活されてるって聞いたんだけど、だ、はいたい、ざっくりどういう感じで今、ここまで回ってきたの？まず、出発が、茨城県の大洗から、フェリーに乗って、苫小牧まで行ってから、もうそのまま稚内まで登ったんですよね。一気にね。一気に。うん、で、稚内まで行ったら、まあ、スキー場あるかなと思って行ったんですけど、うん、まあ、行ってみないとわからないことって多々あって、うん、雪は確かに降ってるんですよ。うん、ただ、風が強くて、うん、その雪が全部吹き飛ばされてしまって、うん、スキー場のオープンとかに関しても、うん、1月中頃以降ですね、って言われたんですよ。そうですよ。そこまで渡るとないのっていう。本当？つかないんだ。つかないんですよ。寒きゃいいってもんじゃないんだね。うん、とはいえ、あるじゃないですか、やっぱり。新潟こんなことになってたりね。12月から。うん。なので、その感覚で行ったんですけど、うん、なくて。しょうがないから温泉入ろうか、みたいな。旭川近くまで降りないとなかったんですよ。はいはい、そうなんだ。そこに至るまでも結構ハプニングだらけというか、そもそもキャンピングカー運転する機会って今までなくて。あ、確かにね。雪道なんて特になくて。で、現役時代もずっと車運転をしなかったんですよ。やっぱり、選手したこともあって、雪道の運転、正直そこまで経験がなかった。むしろね。はい。はい、はい。感じだったんですよ。うん、で、しかもこれ肉なんですよ。あ、うっそ怖っで、もう、すぐさまチェーンをはめて、稚内まで行ったんですよ。うん、稚内について気づいたこと、チェーンが一個ない。意味ない。あれ、どこ飛んでったみたいな。あ、取れちゃった。取れちゃって消えてなくなってたと。なので、もうそこから、まあ、ストップルストレイヤーもちろん履いてはいるんですけど、慎重に運転することを覚えて、そしたら、ね、そうなんですよ。もちろん、スリップとかね、たまにありますけれども、でも、なんか、自分の中で、これならまだ大丈夫だっていう、北海道でだいぶ鍛えられましたね。うん、雪道運転。北海道のさ、中古車屋さんのラインナップ見たって肉ないぜ。そうですね。それ乗っちゃダメってことだよね、きっとね。何もかもが初めて尽くしの中で、始まったツアーだったわけだ。でもそこから、まあ、旭川の方に降りて、うん、で、そのまま、この、網走の方に、行きまして、はい、うん、で、そこから、まあ、札幌みたいな、本当になんか、変な、ルートで、うんうんうん、なんで、何も決めてなくて、ノープラン。ノープラン。あと、まあ、
行った先々で、もう、いいとも選手ですよね。うんうん。紹介いただいて。どこのスキー場がいいですか、うんうんうん、教えてくださいっていうふうな形で行くようにしてて。やっぱりそこも、ちょっとマイナーなスキー場狙いで行くの？むしろ、今大変なところを教えてください。なるほど。というふうな感じで。なるほど。そしたらまあ、もちろん大きいとかいう方もいれば、うんうん、本当に、町営とか町営のスキー場を教えていただけるところにもあるので、うんうん、まあ、教えていただけるところに行くっていう。なるほどね。というので、行ってきます。北海道の中で一番印象に残ったスキー場ってどこですか？個人的に、キャンピングカーでもう一回行きたいな、というのが、うん、エンギャロロックバレースキー場というところがありまして、今、キャンピングカーで移動してると、やっぱり一番お世話になるのは、道の駅なんですよ、うんうんうん。道の駅とスキー場が一緒になってるんですよ。へぇー。何じゃあ道の駅に車止めて、そうです。そうですよ。マジか。なので、今までそんなとこなかった、まあ知らなかったともありますし、うん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 、まあ一応ちょっとニュースになったんですけど、うん、その道の駅話題になった、ね。話題になった。っていうので、ちょっと自分の中でワクワクしてましたね、うん。普通に道の駅として利用する方もいれば、もちろん。スキー場で利用する方もいて、なんだここはっていう、ちょっと面白いぞという風な印象ありますね。年越しを札幌近辺でしたんですけど、うん、その直後あたりに、うん、緊急事態宣言が都内で起こって、はいはい、帰りたくないっていうのが一番だったんで、うんうんうんだったらこのまま続行しようということで、うん、函館の方行こうと。うん、まあ、函館といえばみたいなところをとりあえず調べて。うん、七重スキー場。七重です。七重です。俺たちも行った。行きました。うん、七重。七重行きまして。うんうん。まあ、七重スキー場行った時に、うん、青森でいいとこないっていうふうな感じで聞いて、うんうんうん、青森行くのみたいな。こっからみたいな。っていうところで、まあ、いろいろと教えていただいて、うん、で、まあ、青森に入って、うん、まあ、大体、まあ、青森以降に関しては、うん、首都圏に、まあ、2つから3つのスキー場を回ろうというふうなことだけ決めて、行くようにしたと。なるほどね。あ、はい、そうすると、大体、まあ、ここにたどり着くまで2ヶ月ぐらいは、いろんなところをこう、点々としながら、はい。それさ、選手時代だって、そんなに回ったことないでしょ？ないですね。ましてローカルスキー場ばっかりなんて。まず、パイプのあるとこしか行ってない。そうだよね。パイプの選手だもんね。はい、確かに。なので、こんなスキー場あったんだってこと、うんうん、まあ、本当に新しい発見ばかりで。そうでしょう。で、もう行ったらですね、やっぱりそのスキー場の方が、うん、パワーパープなのに来てくれたんだ。今でも言われるね。根強いね、そのハーフパイプの選手っていう印象はね。そうなんですよ。なので、まあまあ、パウダー食べに来ました、だったりとか、まあ、ファミリーで、遊べるところをちょっと紹介してもらって来ました、だとか、うん、まあそんな感じで、話をしながら、うん、もう今に至るって感じなんですけど。なるほど、なるほど。ちょっとじゃあ今度話が変わるんだけど、実際ね、こんなちっちゃな子供を連れて、まあ2ヶ月もバンライフしてる、はい、そっちでも大変なことってあったんじゃないかなって思うんだけど、特にこの幼少期の、こういうちっちゃい子を連れている大変さみたいなのある、このバンライフして。なぜなら、いないんだよね、あんまりその、こんなちっちゃい子を連れて2ヶ月もバンライフしてる人ってさすがに俺も知らなくて、おむつ処理が大変かなと。それちょっと俺もね、思ってたの。捨てらんないからね。そうなんですよ。うん、なので、その、まあ、キッズパークじゃないですけど、うんうん、子供、まあ、遊べるような場所とかで、うん、やっぱり、その、授乳室だとか、うん、捨ててもいいですよ、はいはいはい。まあ、本当にその常識の範囲分だけ捨てさせていただく。そういうことになっちゃうもんね。そうなんですよ。うん、やっぱりその、溜まってしまうってこともあるし、あと食ですかね。うん、ちょうど、うん、離乳食を、はい、まあ、ちょっとある程度終わらせて、うん、で、まあ、大人と同じものを食べれるとはいえ、うん、やっぱり借りられるじゃないですか。うん、そうだよね。で、やっぱ好き嫌い云々とかも考える余裕が正直ないっていうのはありますね。たどり着いたものをもう食べさせるしかない。まあ、そうなんですよ。ただまあ、北海道の時はですね、美味しい牛乳がたくさんありまして、ヨーグルトとか、乳製品が。乳製品がもう、
北海道のヨーグルトめちゃくちゃうわー食べるようになって、他のヨーグルト大丈夫かなみたいな感じであるんですけど、やっぱりその、まあ、小さいうちからその美味しいものを食べさせるのも一つ食欲としてありなのかな。そりゃそうだね。思いながら、うんうん、まあ回ってますね。なるほどね。そうか、じゃあ一番はおむつ問題だね。おむつ処理問題。そうですね。それ以外の生活面で特に負担のあることとかっていうのは、あの、私よりも、まあ、奥様が。かないそうですね。授乳期っていうこともあるので、本当に授乳、かなりができて、本当に良かったなと思うことが多々ありまして、うんうんうん、寝かしつけとかが本当に、なるほどね。大変なんですよね。はいはいはい、はい。最初はいいんですよ。寝てちょっと起きて、もうすごい泣くんですよね。うんうんうん、大騒ぎが始まる。大騒ぎ。もう、そういう時はもう、ほんと端っこ寄って、後ろ行って任せて、みたいな。はいはいはい。なので、自分はまだマシなんですけど、家内が、ちょっとそれ大変なの。そうか、そうだよね。お前の話をしとるんじゃ。いやね、そういう意味で、なかなかね、いないと思うの。こんなちっちゃい子供を連れて、2ヶ月も旅をするっていう人って、そうそういないと思ってるから、そういう意味でも可能性を見せてくれてるファミリーだなと思って、その中で、このキャンピングカーを使ってるっていうのも、すごい斬新だなって思ってるのと、特にコロナ禍で、その、公共の乗り物を使った移動がうんぬんかんぬんとかって言ってる中で、いわゆる一番安全な、移動手段とかって言われてるけど、はい、そこに生活を持ってくるっていうところまでやる人って、なかなかいないと思うから、いや、できるんだよっていうね、それどころかすごい経験ができるよっていうことを、うん、伝えられていけるとしたら、もう先駆者じゃないかな。また新しいね、家族のあり方として。あれですね、育児の分担がしやすいっていうのがすごくいいのかなと思ってて、例えばまあ、お風呂と、食事、に関しては、こっちがやって、寝るときとか遊ぶときは、家内、という風な感じに分担したりしてるんですね。なるほどね。その、分担できるっていうのも、離れてたらできないですけど、一緒だったらいつでもそれが可能かなと思ってて。そういう時間が作れる、作りながら旅もしながら、でも当然だけど、ね、稼ぎも作りながらっていう、新しい本当にライフスタイル、早速始めてるんだなぁと思って、とにかくね、こんなちっちゃい子を連れてるっていうのは、本当すごいなぁと思って、大変だとは思うけども、楽しさも半端じゃないだろうなぁと思って。楽しいですね。でしょ？OK、じゃあね、最後。はい。まあ、ウィンターシーズンで、この、キャンピングカー、生活やっていく中で、はい、もう一個なんか、これをやってみようかな、みたいなのも、もしあれば。このシーズンっていうよりかは、まあ、何シーズンかかけて、今ちょっと考えてることがありまして、今ですね、行ったスキー場を、今ですね、このステッカーを貼ってもらってるんですよ。じゃーん。見える位置に貼ってください。はい。っていうような感じで、お渡ししてるんですけど、はい。よくテレビとかで紹介されましたみたいな、その番組ステッカーじゃないですか。そうだね。あんな感じで、これを全国のスキー場にすべて貼りたい。はい。というのが、一つ目標かな、ね。ああ、いいね、いいね、そうだよね。ドームチャンネルに出ました、みたいな。という。なるほどね。これもプレゼントです、ね。ありがとうございます、やった。はい、まあ、冬はスキー場ですけれども、まあ、夏は夏でキャンプ場だったりとか、まあ、そういったとこも、どんどん紹介していきたいなと思います。コンセプトとしては、家族で楽しめる場所っていうのが一番見せていきたいところではあるので、例えばキッズルームは完備してるだったりとか、まあそういったところとかを、まあフューチャーしていければ嬉しいなと思ってますね。これからの子供たちにこんな面白い遊びがあるんだってことを伝えていかなきゃいけないし、それができるフィールドを残していくっていうのが俺たち大人の使命だと思ってるんだよね。今、スキーやスノーボードやってる人のきっかけってやっぱりお父さん、お母さんが連れてってくれた。から。なので、それを増やせば、その分母を増やせば、続いていくもんなんで、継承していくものだからさ、それを途絶やさないっていうのが一つ大事な課題なんだろうなって。やっぱね、俺もおこがましいけど、やっぱり少しでもこれをたくさんの人に知ってもらって、人口を増やしたいの。
あ、そうですね、うん。単純なことで、存続させるには、プレイヤーを増やすしかないんだよね。うん、本当そうです。そうでしょ。ちょっとここから二拠点生活の話に切り替わるんだけど、スキー、スノーボードっていうのに、ものすごい傾倒した人生を送ってきたので、子供たちにも伝えたい、うん、続けてもらいたい。で、子供たちが続けるためには、スキー場を残さなきゃいけないっていうところにまで考えが及んでいって、で、首都圏から通いのスキーをやっているから、どっかで、終わりが来るんじゃないかな、はいはい、一つ俺の中であって。うん、だったら、住んでみないと、うん、住まわせてみないと、この楽しさって子供たちには、もっともっと知ってもらいたいなって思ったりとか、いろんな考えがあって始めたんだけど、一番最初はね、一年のうちを、二つの拠点で住むってことってできないのかなってずっと模索してたの。なるほど。つまり、子供の小さい頃田舎で育てて、そこそこ大きくなったら都会に出てくるって、これ誰でも経験してくる流れなんだよね。そうですね。その一年のうちを首都圏と土田舎と両方で暮らすっていうことを、で、できないのかなって思ったの。で、なぜ俺が湯沢を選んだかっていうと、もちろんスキーが大好きだっていうのもあるんだけども、今俺千葉県の松戸市ってところに住んでね。なんだったらちょっと東京寄りのとこでしょ、うん。そこでは絶対体験できないような生活体験をさせてあげたい。だとしたとき、日本でも有数の豪雪地帯である湯沢っていうところで雪国の生活を体験させたいと、これ始めた時って完全に俺の一存で決めたの。だからある日家族会議を開いて、坊ちゃんから重大発表がありますってみんなもうワクワクしながら聞いて、今年の冬は湯沢に引っ越しますってポカーンとしちゃう。何言ってんだ親父みたいな感じで。湯沢ってあの、いつもスキーに行く湯沢って、上の子が言って、そうだよって、はぁで、真っ先に、学校どうすんの父ちゃん。はいはいはい。転校します。なるわよ。なりますね。なるよ。でしょもう、そういうぐらい、完全に俺が、俺の一存で決めたの。おー。誰かの意見なんか聞いてる場合じゃないと、これはもうやるしかないと思って、やります、やります。で、うちの妻も、乗っかってくれたから、早速、やるってことでやってしまって、それが去年の、全く雪のないシーズン、やってしまうってことで、ちょっと苦戦はしたんだけども、まあそこで 100% 雪を味わえなかったから、やっぱり今年も、やろうっていう気持ちが強くなって、今年で2年目。なるほど、なるほど。やってます。俺今ね、その軸でね、おしゃべりさせてもらう機会とかも増えてきてるんだけども、多くの人たちがね、俺に質問する中でね、学校の教育レベルとか変わってしまったり、教育方針が変わってしまったり、そういうのは心配ないんですかっていうことをすごく聞かれるんだよね、はいはい。もうそもそもそこが最初から気になってたら、こんな生活を選びませんと。まあまあ、その前に我が家は、学校教育に依存しない教育方針っていうのを僕たちはポリシーを持ってやってますと。例えば小学校6年間の間に学んだことが大人にまで大きな影響を与えるかというと、ほぼない。まあまあ。大人は大人になってから大人になっていくんだ。学校教育に、が彼らの将来を左右するなんてはちっとも思ってないんです。むしろ俺たちが何をさせてあげられるか、何を経験させてあげられるかで、彼らの将来って実は大きく変わってしまうんじゃないかな、っていうところに軸を置いている。なので、今回やっているこれって何か意味があるんですかって言われると、わかりませんしか言えないの。やったことねえんだもん、二拠点生活なんて。そうですよね。これによってどういう子供が育つのかなんて、まさに今テストしてる最中。だからどういう答えが出るかわからないけども、じゃあ何をもってして俺やってるかっていうと、俺だけの子育てがやりたいの。誰かと同じような子育てをしてたら、誰かんちと同じような子供が育っちゃう。いわゆる、塾に通わせて、いい中学行って、高校行って、大学行って、みたいな、ベターな人生を与えてしまったら、誰かと似たような人生になっちゃう。それをやってしまったら、俺は何のために子供を作ったのか、ちょっと分かんないって思ったことがあった。ほう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 。だったら、俺にしかできない子育てをやってあげたいなって思った時に、この二拠点生活っていうね、全くこう、環境の違う世帯に、一年のうちに二箇所に暮らす、うん。これをまずやってみよう。どんな答えが出るかは、大人になったら分かる。うん、なるほど、なるほど。うん、できるんですよ。ドームがこういう暮らしを始めた
簡単にできたでしょ、だって言うなれば。やろうと思えばできるでしょ。そうですね。気持ちですね。そうだよね。そういうことだったの。女は二拠点生活だって、気持ち動いたら、やり方がどんどん降ってきたんだよ。これできますよ、できますよ。自分がやりたいんです、どうしたらいいですかって手を挙げたら、いろんな人たちが、こうしたらできるんじゃない、できるよっていう方法を教えてくれるんだよね。難しいことじゃなかったんだよね。なるほど、なるほど。うん、そう考えると、ほんと一緒ですね。そうなんだよね。世界を見るっていうか、それをスタンダードにするっていうのを、小さい、もう本当に父親の影響ではあるんですけど、うんうん、ちっちゃい頃からその海外選手見てなかったら多分オリンピック行ってないんですよ、うん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 。もう本当に日本のここだけでしか、胃の中の風でしかなかった。本当に自分がスノーボード始めたのが8歳なんですけど、うん、一番最初に始めた場所がそのカナダなんですよ。ウィスラーで。ウィスラー、はい。で、ウィスラーで初めてスノーボードやった時に、初めて、そこで大会やってたんですよ。うん、それが、ハーフパイプの大会だったんですよ。うんうんうん、で、まあ、こういうふう、まあ、初めてばっかりはわかんないですけど、うん、かっこいいな、うんうん、ああいうふうに飛んでみたいな、うんうん、って思って、その場所で優勝してるんですよ。わーすごい!2 回も。すごいなので、うん、それを見てなかったら、そこまで多分思ってなかったんですよ、うんうん。なるほど。情熱が生まれてなかったかも。ええ、だってさ、その時代って日本にはハーフパイプがなかったからさ。なかったです、本当に。うん。でも日本帰って、うん、その翌年に、うん、日本で初めてパイプを作ったっていう場所が、うん、長野県北志賀にある高い富士スキー場。高い富士スキー場。で、そこで、ここしかないからってことで、そこ練習させていただいて。なのでもう、それを見てなかったら、うん、自分をオリンピック、すら行ってなかったと思いますし、うんうんうん、海外戦うっていう風なことも多分、イメージできなかったと思うんですよ。うんうんうん、海外と二拠点ってやりたいね、やりたいですね、確かにね、すごく大変だと思うけど。まあもちろん、大変っていうよりかは、うん、逆に、でき、何、どうやったらできるかだけを考える。そういうことなんだよ。そういうことなんだよ。まあ、バンクーバーなんですけど、うん、チャイニーズタウンとコリアンタウンって実際あるんですけど、うんうん、ジャパニーズタウンって、まあ、ちゃんとした街ではないんですよ。うんうんうん、これはもう、ある意味自分の主戦場だなと思ってるんですけど、秋葉タウン作ればよくねって思ってるんですよね。もうあなたのフィールドでしかないじゃないですか。やっぱりアニメの軸も絶対ブレてないのね、相変わらず。だって、それ、まあ、その文化があったからこそ自分はオリンピック行けたと思ってますし。そうだったね。そうだったね。そうなんです。もう、一番ぶっといところ実はアニメ。そうなんです。いや、いい話いっぱい聞かせてもらえた。じゃあ最後ね、ドームの今後の予定、はい、まあゴールとか目標とかあれば。そうですね、今、正直ゴールってないと思ってます。はい。はい。満足した時がゴールかなって思ってます。ただ、満足しないかな。そうだよね。実はエンドレスなのかもしれない。で、うん、まあ正直、まず日本一周っていうのは、春夏秋冬合わせて、うん、でもやった後に、この世界行きたいんですよね。世界一周。キャンピングカーで。おい、マジかよ。っていうのをちょっとやってみたくて。はい。で、まあ、世界に山を滑ると。まあ、雪山だけに限らず、うん、まあ、ウェイクボードとか、うん、まあ、水物という風なものもちょっとやってみたいです。だからドームは1年を通じて H2O と遊んでるんだよ。そうですね。っていう風なものを、やっぱりその、うん、まあ、うちの息子に、経験させてあげたい。伝えていきたい。で、やっぱりそれを、ここだけで終わらせるんじゃなくて、うん、それはいろんな人に発信していきたい。そうね。そうね。まあ、ライフスタイルですかね、一番見せたいのは。うん、まあ、家族と常に一緒にいるっていう風なものをスタンダードにしていきたいなと思ってて。で、それが、ある意味日本のスタンダードになれば、私としても嬉しいですし、で、まあ日本だけに限らず、うん、まあ海外とかにも、それ発信できるのが一番やりたいことかな、と思ってます。できる。まあお互いね、共通の軸として、スノーっていうのがあって、ましてまさかこのバンライフで、そうですね。つながるっていうこともあったので、ここの軸でなんかね、これからも面白いこと発信していきましょう。ぜひ一緒に、ね、なんか、ね、やりましょう。まあ、またこういったね、感じの、うん。というわけで今日はどうもありがとうございました。はい、イエーイ、楽しかった。ありがとう。またやりましょう。またやりましょう。またやりましょう。またねー